はい、こんにちは。ビッグボーイです。はい、それでは、定番になりつつある、Battlefield 3のリメイクマップ。続いてはゴルフでいいのかなこれ。グルフ・オブ・オーマンっていうのかなグルフ・オブ・オーマン2014。リメイクマップでございます。このステージ結構3、あれだよね確か、あれだよねじゃないや。リゾートっぽさがちょっとあって、結構綺麗なステージだったような、あんまりここで遊んでた記憶はないけど、さあ、海辺からスタートということで、この人に乗らせていただこう。前回の BF4 同様、まだ援護兵の C4 で来ております。敵の戦闘機、2機。さあ、ちょっと、そっち行ってほしいんだけど、こっち行っちゃうか。降りよう。ブラボー行こう。と、分隊長みたいなので、どんどん攻撃指示をしていこうと。じゃあちょっとアルファの方に。ね、下手したら BF はね、こんなマップがもうめちゃめちゃ広いから、こんな何もないようなところに投げ出されてしまうともう完全にマラソン系になっちゃうからね。その辺はちゃんと注意していかないとということで。さあ、アルファダッシュ。よし、味方優勢っぽい。さあ、アルファを確保。これは、グレネードポンポンか。さあ、味方も集まってきたということで、次の攻撃指示はじゃあ、あそこで。さあ、乗り物が来ました。さあ、やってまいりました。C4 特攻でございます。乗れない。ああ、そうしちゃう感じ？ああ、じゃあ、はい、差し上げます。いいっすよ。行くよ。乗らないなら行くよ。はい。よいしょ。なんかこれ、普通のステージのジップ、おぉ！普通のステージのジップとはまた違う感じ？よいしょ。よいしょ。よいしょ。降りましょう。さあ、今、敵歩兵もいる。はい、オッケー。ちょっと焦った。僕の場合は、焦ると声が出なくなります。ということで、これを C4 ジープにして差し上げよう。この、ちょっと乗りづらくなったジープが、乗れない。乗ったか。で、また死角をしちゃうと。乗った。よし。ちょっと広いところに出してくれ。ドーン。よいしょ。引けなかった。よいしょ。だいぶね、BF4 のジープはすごく弾むことで定評が。ブーンということで、さあ、事故を起こそうとしているわけだ、私は。起こせなかったわけだ。さあ。よいしょ。ちょっと車が。めちゃめちゃ弾んでる。さあ、あの戦車、手頃だ。装甲車か。よいしょ。で。さあ、ちょっと落がすごいけど、予定通り突っ込む予定でおります。はい、来ました。はい、じゃあね、できなかったと。なら C4 もう一回ペタペタするしかないでしょ。ポチッとな。死んじゃったけど、破壊できたから満足ということで。さあ、拠点もだいぶ取れてる。ちょっと戦闘機一回乗ってみよう。戦闘機は苦手なんだけど、っていうか全然使ってないや、歩兵が楽しくて。さあ敵の、なんだあれは、なんだあれは、ちょっと待てよ、敵の戦闘機がいるな。撃ってきてるね。どうしようかな、戦闘機は苦手なんだけど、本当に苦手ならなんで乗っちゃったんだよってことだけど、話だけど。さあ一度戦闘機とドッグファイト状態になってしまった時はとにかくこうするんだけど、これは間違ってないのかな。どう見ても後ろ取られてるけど大丈夫かなこれ。減速と減速を繰り返す。ああもうこれはちょっともういいや。あれで行こう。ミサイル発射、ちょっとめっちゃ揺れてるっていうか、あれなんだこれ、降りるあれなんだこれ、めっちゃ砂嵐起こってるけど、何事でありますか。さあさあさあ、ちょっとクロール、あらちょっと危ねえ。お、ちょっとこれは砂ぼこりがすごい。いや、なんてこった、こんなステージだったっけ。でじゃあアルファに乗り込もう。墓地で確保。あ、敵来てる。何が起きた今。軍隊脇。よし。敵が一人気づいた。オッケー、もう一人。そちらには行かせない。行ってしまった。じゃあ、アルファ。いや、すごい、これ。こんなの BF3 に確かなかったよね。なんだこれ。お、アーメット。電子炸裂爆破箱って書いてあるのかな。起動してみる。おお！あ、敵いる。敵いるんだけど、結構グラグラしてるんだなこれ。大丈夫か。よし。ん、なんだこれ、敵がいたーさてじゃあ味方がやっぱりいるからアルファを最後まで攻め切る。敵がいる。オッケー。さあ武器が置いてあると。あ、そっかこれポンポンか。いや大荒れですよ。オッケー、確保。じゃあちょっと君に乗せてもらおうかな。お、なんだこれ。あ、これ機銃じゃない。あ、じゃあそれ、あ、ちょっと待って。砂ぼこりが半端ねえってことで、ここで湧いて止まると。敵がいるな。敵はどこだ。だにハンドガン。よし。何？まだ敵がいる。オッケー、ダブルキル。助かった。よし、拠点がめちゃめちゃ取れてるということで、無隊長指示し忘れてた。お、戦車がいるね。戦車はこっち向いてないと。はい、あばよ。いてーうん、大マップってあるけど、これマップの7割方海だよ。海だと思うんだけど、これ。さて。よし、キルした。キルしたけど、乗ってるのかまだ。止まったと。多分今のはラグのおかげで。けど、やはりまだ DLC でラグのは、やはりまだ使用段階なんだろうか。守るんだ。敵がおりますぞ。よし、まだ一人いる。アシスト。さあ、じゃあそちらを攻撃命令します。あれできない、あれできないぞ。攻撃命令させてくれ。敵がいる。オッケー、命令しなくてもね、みんな取ってくれちゃってるんだよね。オッケー、オッケー。おお。で、ここを確保して、そっちに敵がいると。破壊してきたか。じゃあ次もう、どんどん行って、調子に乗って行ってしまおう。ゴルフに行こう。いや、この砂嵐は、一度起こったらもう、元に、収まりはしないのかな、これ。かなりの視界不良でございますよ。あ、命令？ですね。いや、命令ができないんですよ、なぜか。ちょっと。いや、命令ができないんです。ちょっと待って。ごめんなさい。おかしいな。さて。命令したいんです。あれ、敵いる。わ、なんか今、巨大な筒構えてた。やだ。もしかしてこの砂嵐の状態だと結構拠点に近づかないと命令できませんみたいなものがあるのかな。いや、ちょっと命令できないんです。ちょっと命令できない。あれやはり砂嵐の影響なんでしょうか。これは敵がいる。さあ一歩進むと一歩下がってる感がすごいけど、 OK。 敵がいると、これは確保。そっちの方に敵がいると見えない。それでも見えない。敵がいる。やめろ、やめるんだ。よし、救った。さあブラボー。ラグかバグかな、さっきの。あー、やばい。攻撃できなかった。ほい。届かなかった。いや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 、ちょっと。みんなに袋叩きにされたぞ、今の。戦車。ひどいな、みんな。さあさあさあ、ブラボーに攻めろ、攻めろ。地雷があるのは破壊しておこう。よし。貫通か、今の。スナイパーがある。ちょっと拾ってみよう。いや、こんなね、こんな砂ぼこり溢れるところでスナイパーってのも厳しいが。ここに弾があるぞ。援護兵が結構少ないのかな、このゲーム。ちょっと陛下に偏りがあるのかもしれない。よし、このスナイパー一発当たったら死ぬからね。よし、生きてる。あれ死んでる。さらに私は援護兵さんなので弾が補給できんのかな、これ。まあ補給できないっぽい。さあアルファを攻撃指令しておこう。じゃあどこに行こうか。アルファ無力か。じゃあそっちを攻撃して。どういうの、敵がいたような。お、登ってる。はい。よし。スナイパーはほんと下手くそだから、普通のスナイパーだと、やばい。あ、しまった。あ、しまった。捨ててしまった。ミスター。敵がいるぞ。よし。まだいる。割と結構いる。死んでしまうと。さあさあ、はい、戦闘機。さてではここから湧いて弾をどうぞ。閉じるの。敵が結構いるぞ。よし、まだいた。今あれいない。で、確保と。ね、結構充実している、戦場が。あとは、この、ちょっとずつガクガクってなるこのラグさえなければ完璧であるよ。はい、というわけで、リメイクマップ、グルフ・オブ・オーマン2014でございました。どうやら砂ぼこりが半端なく発生するようになってるみたいだけど、結構、なんていうか充実した戦場でございましたということで、高評価だとか、まあ、あと、チャンネル参加よろしくお願い、チャンネル登録よろしくお願いしますということで、ご視聴ありがとうございました。